続きましてですね、ヤースケさん友人代表によるスピーチでございます。それでは、友人の山崎恭介さん、よろしくお願いいたします。はい、ただいまですね、ご紹介に預かりました新郎ヤースケくん側の、YouTuber のお友達の山崎恭介と申します。よろしくお願いいたします。ヤースケくん、さくらさん、そして、ご結婚おめでとうございます。はい、で、ヤースケ家ならびさくら家、おめでとうございます。ご着席なさってください。はい、それではですね、ちょっと僕と彼とのことの関係性についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、僕とですね、僕と彼、ヤースケ君はですね、昔からの筋トレ YouTuber の知り合いでございまして、どのような関係で、どういうふうにつながっていったのかと言いますとですね、彼がですね、ジムを作りたいということでですね、はい、クラウドファンディングで75万円くれた人には1日デート券というですね、そういうことをやっていまして、で僕がですね、それで YouTube に、ネタとして動画をさせていただきました。そしたらですね、ヤースケ君の方から僕のコメント欄の方にネタにしていただきありがとうございますと、ね、そういうやり取りがあり、そこからですね、彼との交流が始まった次第であります。はい、でですね、こんな話をすると あれなんですけれども、実はですね、僕とヤースケ君はですね、同じ25歳なんですね。はい、という声が聞こえたんですけれど、僕の方が下に見えちゃったのかもしれないですね。まあそんな話を置いてですね、まああとですね、いろいろ似てるところがあるんですよね。こう、まあ顔もお互いですね、まあ青少年というところの顔も似ておりますし、あとは山崎恭介なんですよね。で、彼がヤースケなんで、まあヤースケ、同じヤースケじゃないかと。で、同じ25歳がね。で、まあ、彼もですね、この間、JBBF に来たということでですね、ナチュラルが証明されたということなんでね、はい、このまま2人でね、筋トレ YouTuber 界を、はい、盛り上げられたらなと思っている次第であります。はい、でですね、最後になりますが、本当に、これに関しては本当なんですけれども、ご結婚おめでとうございます。同じ25歳としてですね、僕も本当にたまにはネタにしておりますが、結婚に関しては本当におめでとうございますと言いたいですね。はい、同じこれからですね、屋根の下に住むと思います。同じご飯を食べ、同じ時間に起き、働いている環境は違うと思いますが、それでですね、当たることも当たるあると思います。まあ5年ね付き合っていると、まあそういうことはもう何回もあったと思うんですが、結婚したらですね、また何か変わることがあるんじゃないかなと思います。その度にですね、お互いぶつかって、また見えなかったところが見えてきて、また喧嘩になってしまうと思うんですが、そこでもですね、2人で話し合いをして、素敵な家庭を築けて、そのうちですね、また子供ができて、素敵な3人家族、4人家族、どこまでなるか分かりませんが、はい、本当に幸せな家庭を築いていってください。僕もですね、そろそろ、お相手を見つけないといけないなと思っている次第であります。ということでですね、以上で僕のスピーチを終わりにしたいと思います。長い間ご清聴ありがとうございました。ヤースケくん、さくらさん、あ、ごめんなさい、さくらさんじゃなかった。